はい。皆さんおはようございます。6月2日、朝5時半、気持ちいい朝です。ちょっとね、肌寒いので、僕は今日は長袖を着ていますけど、皆さん、6月に入りました。いかがお過ごしでしょうか熊本の6月、今年は 例年と違って割と涼しい感じかなといったところです昨日も天草でですねヤシの木の植え込みの打ち合わせに行ったんですけどお昼もとても涼しくて海辺でそよそよとそして素晴らしい施設をですね完成間近でヤシの木を植え込む場所 ずっと三人でね、ママ、まあ中の意見も加えながらやっていました。さあ皆さん、植物最盛期ではございますが、6月何をしましょうか今回はですね、あまり皆さん先ほどから言っているように、天気が良くないというか、涼しいです。 そして6月になるとね皆さんもいよいよ梅雨に入ってくるところが多いと思いますなのでこれもうね毎年言っていることなんですけど6月再生はね一旦やめた方がいいんじゃないかなと思いますので皆さん6月はですねしばらくハサミを置いていただきたいなと思いますなぜかというと 梅雨になると湿度が高くなりますのでカットしたらですねそこから腐れてきて傷んだり枯れたりするリスクが高くなりますなのでですね6月梅雨が終わるまでは一旦植物の再生はやめるこれはね毎年と変わりません特に今年のように雨がね前段で多くて 植物たちあまりこう成長がね進んでいないと思います再生もちょっとねいつもよりは進みが遅いかなと思っていますだからこういう時はですねまあゆっくりやるこれが基本になってきますちょっと皆さん再生とかですね植物が元気になってくることを急ぎすぎてやはりいろんなこと やりりすすぎる時がねありますのでこういう時は皆さんやっぱりね気持ちを抑えてちょっとねハサミを置いてゆっくりするようにしてくださいそれが植物たちのためでもあります植物たちやはり皆さんと同じでね生きているので成長したくない時はしたくないしされたくない時はされたくないといったことがあります気候にね合わせて植物たちもね 成長させてあげましょう。はい。しかしね、成長は遅いんですけど、植物がですね、やはりこのハウスの中は暑さがいつもより少ないということもあって、葉焼けあまりしていなくて、こう、ゆっくりゆっくりね、成長している割には、葉っぱはね、とっても綺麗です。あ、皆さん見てください。これほら、とっても綺麗なウンベラータなんですけど、 アリちゃん。もう朝から動いていますよ。これ。ね見て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 。うわ、すごいね。これ今気づいてよかった。これ、レンタルしようと思ってね、ここに3日ぐらい前に出てきて、消毒をして、こう休憩させてたんですけど、アリちゃんがこれだけいるということはですね、どういうことかというと、多分、貝殻虫がね、 いるんですよね。あ、見て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 。ほら、ここ。いますね、これ。大体いいね、これ。アリちゃんがいるときは、貝殻虫がね、いるんですよで。アリちゃんたちは貝殻虫を食べてくれます。ね。働き虫。教えてくれるんですね。これ、いますね。 あれこの間ここに出した時はこう気づかなかった、えーまあ、たくさんじゃないんですけどこれぐらいだったらね貝殻虫の場合はこうやってね取っていけば割と大丈夫なんででもこのアリがついたままですね貸し出しはできないからこれは駆除したいと思いますアリちゃんが出た場合、えー、去年もですね皆さんやりましたね驚きだと思いますがアリコロリ この鉢の下にねバーッとかけてても僕今のところそれで植物たちが枯れたというところを見たことありません、ね、えっと思うかもしれませんが <laughs> 僕たち実際それやっているので、えーまあ、100%じゃありませんがもしねこうアリがいっぱいいた時はですねやってみてください。 もしかして枯れた時はすいませんけどほぼ枯れないとは思いますでこうやってねアリがこう上にいる時はやはりこの鉢の、ね、中にもいる時が多いですでね巣作ってる時もありますので表面には見えなくてもお水をねどっぷり貯めたらアリたちが 洪水になって、わ、なんだ、どうしたんだ、と思ってね、うわーっとね、鉢の上に出てくる時があります。これ、僕たちもね、やっぱ、気をつけてはいるんですけど、レンタルした先でいきなりそういう風になる時がね、あるんです。あるんですよ。でね、それはもうもちろん持って帰ってきますけど、持って帰る前にね、ありころりこう入れて入れると、ほとんどいなくなります。そしてお水をね、ザブーっとつけてあげるとね、ぷかーっとね、 死んだアリちゃんたちが出てきたりするんですけど、はい、そうやって、えー、害虫はですね、えー、自分たちで、ね、いろんな対策をしながらですね植物と共につきあっていかなければいけません、まあ、害虫とは言いますけど先ほども皆さんに見せた通りですねアリたちは貝殻虫をですすね、えー、食べてくれます <laughs>、ね、だからあの考え方によってはですねあのアリたちは貝殻虫の いいいるるいなないですね知らせてくれるんだとおおこっちね久しぶりに来ましたけどすごいね成長してきてますアンスリウムも明るいところに置いたらね花がつき始めていますねおお花が咲いてるこれは、ね、これはママチアワがお家でね枯らしちゃってここに持ってきたやつなんですけどお花が咲きますねこれ名前忘れましたけど。 お花が咲く植物だったんだブラックカーディナルね相変わらず成長しません <laughs> ブラックカーディナルあのホームセンターでも最近ねちらほら見るようになってきました、ね、でもやっぱりこれは希少植物だったんでしょうね今の時期になってもねそんなに見かけないけどねちらほら見るけど。 いい感じですやはりここはねお手入れをさんざんねやってきてるんでとってもいい感じに植物たちが育ってますこれはねドラセナミックスねレモンライムと斑入りの白のねドラセナをこうやって合わせたやつですフィカスミックスと一緒に、ね、ドラセナミックスそしてこれもね黒とミックスですね種類違いを入れてあります面白いでしょう ああ、すごいことにってる。これね、やんなきゃいけなかった。<laughs> あれ、ちょっと待って。これ、えー、忘れてたな。なんか、全然忘れてた。あ、てかもう、この辺枯れてる。これ、ちょっとね、忘れてた存在を。でも、半分くらい。あ、もうあ、でもすごい。ほら、見て。<laughs> 新名。ハスのハギりちゃんなんですけど、えー。これね、生きてますけど。生きてるね。 生きてるけどやっぱ成長があれここからはもうね土に植えてあげた方がいいと思うねこれ特集やらなきゃいけなかった <laughs> 結局やってない <laughs> ごめんなさいおい先月カットしたこれはクルシヤですね新芽が出始めましたねあ冬の時はねこういう風になる可能性がありますまあ、これは枯れずにねあの生き残りましたけどね今から先やるとちょっと危険な時がありますんで。 うん、でもやっぱ先月カットしてこれぐらいだからちょっと成長がね遅いですねいかがでしょうか、はい、水もねしっかりかかっているのでよよきよきおおこれもいいですね てくださいねこの状態がしっかり見れるというのは非常にいいですこの透明のねコップを使った鉢下げそしてこっちはペットボトルですけどこれもほら葉っぱ全部落としたやつですけど綺麗になってますおおペインテッドレディーいいねこう鉢下げしてちっちゃくすると成長がね 遅いんでペインテッドレディはね、はね成長旺盛なやつはですねいいですこれも茶目足のこのタイプないと思いますいいすんごい出てる根っこゴムの木なんか1ヶ月前の時点で相当出てたからねすごいことになってんじゃないかなこれはい <laughs> 飛び出てます炭やっぱすご 上にちょっと葉っぱの状態を良くないけど。後でこれは落とします。はい。ということで皆さん、6月に入りました。まあね、焦らず、皆さん、いろいろね、季節、気候に合わせて植物たちと付き合ってみてください。そしてね、うわー、ここにもいるエバーフレッシュなんだけど、見つけちゃった新芽を虫が食べようとすることも多いので、 こういう時は皆さん消毒をですね、こまめにするようにしてあげてください。環境によって植物対応の仕方がいろいろ変わってきます。でもそれも植物を楽しむうちです。上手に付き合っていきましょう。それでは皆さん、バイバイ。